今回はですね、タイトルアニメーションで、まあ、ちょっと、一工夫をつけたキーフレームアニメーションのテキスト、キーフレームを使ったテキストアニメーションの紹介です。まずですね、まあ、背景を引きます、まあ。インダストリアルとか引きましょうかね。はい。で、次にテキストのタイトル、カスタムですね、を入れます。で、例えば、最強現る、まあ、このような、まあ、インパクト重視のテキストがあります。で、これをですね、飛び込まして、この今の中央部分に配置するアニメーションを作ります。まずこれを、大体6フレ5として、頭から1、2、3、4、5、6、矢印を6回押します。そしてそのビデオインスペクターから調整、をクリック。まあ、1もクリックします。で、頭に戻って、MAX の調整ですね。で、ちょっと下に下げていきます。すると、頭のキーフレームが自動的にできました。再生すると、ドンっていう感じですね。飛び込ましのキーフレームアニメーションができました。まあ、このままでもインパクトあって、まあ、いい感じなんですけれども、よりこの最強現るっていうテロップを強調させるために、ブラーを使います。まあ、右クリックでビデオアニメーションを表示を選択して、今、ここにキーフレームありますので、ここまでで一回このクリップ、テキストのクリップをカットしてください。この1、2、3、4、5、6フレのこのクリップが、今回エフェクトをかける部分になります。ブラのエフェクトですね。で、エフェクトのこのブラーのところにある、まあ、ズームがいいですね。ズームを挿入します。すると、挿入するだけでこのようになりましたね。再生すると、ドン。まあ、このままでもいい感じではあるんですけれども、まあ、よりちょっと強調させていくために、まあ、アマウントは量ですね。均一では可変とか、できます。まあ、今回は可変にします。で、このこうセンターを決めていくと、この、まあ、伸びる光線みたいな量、向きですね、を調整できます。若干真正面から来る感じにして、一度、この0フレームのところ、まあ、0秒のところに、キーフレーム、アマウントのキーフレーム、そして、0フレのところで、まず全部のキーフレーム、アマウントのキーフレームって、1、2、3、4、5、6フレのところで、アマウントを0していくと、1フレずつ見ていきます。1、2、3、4、5、6で、ドンって感じですね。再生します。こんな感じですね。ドン。何もない場合、まあ、結構淡白というかシンプルに、文字が出てきます。これズームのブラをかけると、まあ、インパクトが出てきますね。まあ、カットのつなぎ目とかでこういったテロップの、切り返しを作ると、すごいリズムが良くなったり、カットの切れ目が分かりやすくなるので、より、テロップが、分かりやすくなります。まあ、CM とかだとこのキャッチコピーが重要だと思いますので、目立たしていくためには、普通テキストアニメーションの中でも、まあ、ちょっと一工夫していくことで、このように目立つようなテロップになります。ぜひ皆さんも試してみてください。今回は以上です。どうもありがとうございました。